じゃあまあそんな感じで、じゃあ次の企画はツイッターで募集した JK とスッとしてみた。それはもう個人でやってもらって、次の企画は高木くんがね、高木いる？いや今今日買ったものあってるんですよ。は？ピュンバン。何してんのお前。テンガアイロン。は？テンガアイロン？ダイヤル式吸着コントロール。電動のテンガ？パラミックスクリュー缶。はぁすげえこれ。そう、そんな高木くんが今回はですね、1マッチだけ高木くんがクソエクランのリーダーになります。マジでいいですか？よっしゃ、やります。めちゃくちゃ胃が痛くなってきた。とりあえず俺は出て、誰かゴーライブして、でコネアが入ってこの中に、誰かコネア誘ってやって。トモさんもうあれです、黙ってください。ツイッターフォローお願いします。あ、でもう俺ミュートにすんで、はい、皆さんじゃあ楽しんできてください。こっから俺はもうミュートにしてます。クソクソクソお前ら、じゃあまずいいですか？いいよ、君下がっていいよ。あの、キック、お耳、お耳来い、お前ら。嘘、いっそだろ、お前を呼んでるんだ。そのメンバーで行くんだ。招待して、誰かお耳とフレンドのやついねえか？あ、いたいた。はよ招待せ。あれ、あ、レディッシュ、レディレディッシュのレディ。いや、これだ、俺の真似か。あ、じゃあ、コネア、お前なんか面白いこと言えよ。うわ、話広げろよ、話。一番嫌なやつ。お前だから敬語だろ。なんで敬語じゃねえんだ、リーダーさ。うわ、これ敬語じゃないといけないよ。おしゃ、お前ら行くぞ、声出しとけ、腹から。チキが上がんねえな、お前がリーダーと。だからお前ちょっと TS 敬語使え。チキが上がりません。リーダーシップが取れていないので全然チキが上がらないんですけど。うるせえ、うるせえ、ちょっと黙れ黙れ黙れ。黙れって言っちゃダメだろ。お前はミュートしとけ、ミュート。俺がリーダーなんだ。しゃあ行くぞお前ら。ミュート今日どうだったのお前。今日忙しかった。振りが雑すぎるだろ。何もなかったけど、ずっと忙しかった。え、なんでお前敬語じゃねえんだよ、縦社会。どこにですか？どこにいるんですか？縦社会なんだから。どこ降りるんですか？決めてください、高木さん。おい、ゴミ。スウェーティーでいいわ。縦社会だぞ。身長173センチ。縦。縦。いいか。これ、相手はできるくない、もしかして。おい、おい、集まれ、集まれ。集まれ、お前ら集まれ。やだな、集まりたくねえな。なんでだよ。連携、今さら？俺が今から言う作戦に従え。まずは固まれ、真ん中の家、ここ俺はタクシーだぞ、固まれ。早くタクシー、どこがタクシーだよお前。あ、待って、やべ、燃えてる、集まれ。タクシー、うわうるせえ。ミニポケットしました、高木さん。今日の話題は、最近5月5日、子供の日だったじゃん。おー。子供の日は、あれは休日じゃん。どこも、学校とか。でもさ、3月17日のひな祭りの日は休日じゃないんだよ。これってなんか、3日のひな祭りの日は休日じゃないんだよ。これ、フェミニストさん、お怒りじゃないですか。フェミニストのコネア。まあでも、男なのにフェミニストなの？フェミニストだよ。男のフェミニストっていいの？子供の日は休みなんだけど、ひな祭りの日は休みじゃない。確かに差別だな。これは良くないよねっていうことを話していこうと思うんだけど、とりあえずあれだ、コネア、てめえがあれだ、落ち着き。なんでどこで持ってけばいいんだよ。俺らは全員中学生以上高校生未満の頭脳なんだよ。だからこんな難しい議題を出しても誰も答えられねえ。リーダー、TS 君もしっかり参加させてあげてください。おい、TS どうだ、お前の最近のあれは。はい、何入ってきた。どうだ、最近のお前出世したか。いや出世してないですね。何ずっとローグラウンドでクソ中学校からクソ底辺高校に入学し、同じレベルのやつらと暗すぎるだろ、これ。そして、俺はサラリーマンに、フリーターになるんだろうな。そして、なんかアルバイトで、自分より年下のやつから、適当にコキ使われて、手取り10万ぐらいで、暗すぎるだろ！小さいアップ、オールアパート住んで、そのまま、俺はずっとインターネットにはびこる、社会のゴミになっていくんだろうなっていうふうに考えると。暗すぎるだろ！未来が怖いです。あれだろ？鯉のぼりもさ、風が来ないと上に上がんないだろ。いつか風が来るんだよ。なんなら俺が孵化してやるぜ。いや声途切れてます、なんか。ちゃんと吹いて。なんなら俺が吹かしてやるぜ。多分吹かしてたつもりだったやろな。おもちゃ吹かしてたやな。ちょっと乗せろ。リーダー飛ばされてるやん。うぜえな。マジでうざい。リーダー舐められてる。俺はな、最新のモーターを積んでる。行け。フェニックス EX。
だっせー。じゃあこのや、はい、今日はお前何をしてたんだ。今日は学校でスポーツテストがありましたね。はい、おーおっと、お前濃い話題持ってくんじゃねえか。何があったスポーツテスト。スポーツテストいろいろあって、 50m 走とか握力とか、うん、うわ俺 M 中盤の時握力やったな、結構強かったんだよ。スポーツランはじゃあシャトルラン、シャトルランやったやったやった。シャトルラン何回やった。乗れ乗れ。110。おお、嘘ついて2回。あ、いや、じゃあコネア君の年齢を教えてもらっていい。年齢は14か。オッケー。14歳の平均見てみようか。シャトルランのね、シャトルランのね、平均ね、低い人で80回で、あのむちゃくちゃ高い人で103回です。めっちゃすげえじゃん。こいつはよ、田舎者なんだぜ。山で鍛えて足腰があれば目指す300回。本当に言ってる君。嘘でしょ。嘘だに。ラグラグラグ、いいよコネア君。なんだこれ、うわ、ラグ。おい、ちだなんかのこいつ。いやリーダーを守れ。あーダメだ、負けだ。嘘ついてないって。今から友達に電話しようか。あーお前一回友達連れ呼べ。連れ、じゃあ電話しますね隊長。いやいやガチで。じゃあ今から電話かけよ、同じクラスの子に。いやいや電話かける。まあそこら辺はあんまし興味ないからいいんだけど。いやいや興味ないよ。今すぐ電話、同級生に電話してる。あじゃあ俺がリーダーだぞ、勝手に。もしもし。今クソエクランの活動中なんだけどさ、うん、俺ってシャトルラン110回だよね。110回じゃない。うん。同じこと言ってるじゃん。謝れ、それは本当なんだな。じゃあ TS、 お前は謝れ。じゃあ謝るね、謝る。あーあーお前リーダーだ。お前の友達も一緒になってグルでやってる可能性もあるよね。うせえ。まあまあまあやめよう、やめよう、この話使えないから。使えるな。ちなみに握力は、いや握力聞いてない、握力聞いてない、いいよ、聞いてない聞いてない。ちょっと待って、そのリップ必要。握力は1点だったね。17キロ以下が1点。17キロ以下だったのじゃ。でお前はじゃあ何キロだったんだよ。15と13だった。15と13、あれだな、6歳ぐらいの。マジ女の子かマジか。俺若い頃あれだわ、握力さあれ持ってちゃった。誰の真似だよ。こうフンってやったらクンうんち出ちゃったんだな。それ俺の真似か。誰も拾ってくんねえよ。このクランのリーダーに向いてる気がするわ。間違いなくお耳は不向きだろ。TS ペガサスコンネア、この部分全員完全に俺だろ。俺以外ない。俺死んだわ。やばい、できるできる。あれ生きてんじゃん。コネアが死んだのか。お耳、それ一回ペガサスの方に行け。出るなよ、もう終わったわ。終わってた。勝ちて勝ちて。てかもう、なんならもう早くも勝って、早くもこの動画終わりたいんだけど。もう締めに持ってきたい。もう疲れたわ。リーダーの大変さが理解できるでしょ、高井さん。いつもリーダーのことバカにしてるけどさ、そうやって。バカにしてんの、お前だろ。いや、もう全員バカにしてるだろ。ふざけんなよ。いや、でも、タモさんは別にだって大声出してるだけじゃん。うわぁうわぁうわぁ。俺もそれでやるわ、今から。うん、すごいなぁ。やばいよ。大声出してるだけじゃん。大声出してるだけかもしれない。あとは、タモさんところはやっぱりあれなんだよね、天然の病気っていうところなんだよ。病気てか普通に変だよね。ダメだこの人って思う時あるもん。確かに壊れてる時ある。てかタモさんの話はもういいんだよ、過去の人間だ。うぜぇ、これは締め殺すわ。起こそ起こそ、やめろ。あーこれ起こせる。ペガサス、お前が行ってこい。リーダーリーダーなんだろお前。さすがリーダー。危ない橋を俺に渡らせるとは。ちょっと回復ない、回復。交代10個ある。これはマジでマジで頭くるわ。終わりだなってことはこういうことだぞ。お前ゴミミ、来い来い、こっちに来い。え、うちなの。やべえ、なんで。起こす起こす起こす、はいはいはい。ちょっと怖いブロー。そういうことですからね。うわー終わった。勝ちだよ。やばい、お前らなんで勝手に死んでんだよ。いや、やべえ、これ負けるだろこれ。あ、来てる来てる。え、3人来てる、4人来てる。やばい、うわうわうわ、やばい。これこれはフォーメーション K だ。これフォーメーション K だ。あれはここでおのおの頑張ろう。ペガサス起こした方がよくね。やばみ、かなりやばい。なんかいるんですよ。ちょっともう無理だろうね、お前らが。いや、任せたリーダー。なんだこの弱えの。なんだこれ弱。やばい、もうわかんないわかんない、わかんねえ。もうさ、俺音なしでやってるからさ、しかもさっきあのスイッチ版のマリオカートやってたから、パックにマリオカートドル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 みたいな BGM が流れて、もうあーマーカーうマリオカードのクソみたいな BGM でワロさん。よし、じゃあ今日はここら辺で終わり。一人一人感想言ってこう。じゃあまず楽しかったです。
次ペガサス。今後ねえからやめるわこのプラン。じゃあ次コネア。そうでもう退職します。じゃあ次俺アルスラブ。じゃあ次 TS。 うん、俺の実家ワールズエッジ。はい、じゃあ終わり。もうダメだこれ、はい、ダメだ。もういいっすよタモさん。ダメだ。あーなんだこのクラウンはもう崩壊してるよこれ。まあでもかなり面白い動画になったんじゃないんですか。高木はどうだったの実際リーダーやってみて。あ、俺はあれそのキャラでいいかな。あ、でもやっぱり才能はあると思いますよ普通に。俺はリーダーなんかやってて あれしっくりきましたもん。いやどこが本当にしっくりきてんのか。でも5時間はさすがに続けられないっすねこれは。持って25分とか。いやもう1試合で終わり。もう1試合で終わりじゃねえかよ。これちょっと一人一人やった方がいいんじゃないこれね。お耳のバージョンも見てみて。お耳とかね、まあ、ペガサスでもいいし、お耳コネアでもいいし。え、コネア君の一番気になる。なんでだよコネア。じゃあ来週やるか。わかりました。楽しみ。